エレキの神様と呼ばれ日本のエレキギターの第一人者として知られる寺内武さんが18日肺炎のため横浜市内の病院で亡くなりました82歳でした寺内さんは1962年日本最初のエレキバンド寺内武とブルージーンズを結成1965年自作のシングル「涙のギター」がヒット加山雄三主演の映画 エレキの若大将にも出演しして知名度を高めました。1967年にはベートーベンの交響曲を大胆にエレキ化した「レッツゴー運命」で日本レコード大賞編曲賞を受賞するなどエレキギターの大衆化に大きく貢献しました。